どうも、こんばんは。速稼塾の久保です。今日は皆さんお待ちかね。例のね、週刊中年ジャンプのストーンさんがいらっしゃいます。ちょうどストーンさんとの出会いっていうのは1年前の今ぐらいじゃなかったかなと思うんですけどもね。まあそこでストーンさんと知り合うことになりましたけども、今ね、ストーンさんがご自身のその株の塾をされているんですが、これがですね、かなり調子がいいみたいで、私なんて羨ましいなと思うぐらいなんですよ。で、その一つの特徴として、一般公開用の株投資の YouTube があるんですけども、再生数が軒並みね、うなぎ登りなんですよ。いや、投資のチャンネルで短期間でここまで再生数が上がるのは珍しいですよ。だから、やっぱり話題の銘柄とか、それから伸び盛りの銘柄とかを抑えてるんだろうなと思います。そして逆に今日はね、話題にもなると思いますけども、実はですね、不況の時とか、株価が下がってる時でも株っていうのは利益を上げることができるんですよ。いや、これがね、今日は聞けるので、お得な1時間になると思います。またですね、このストーンさんは、れっきとしたサラリーマンです。私みたいな、なんかね、一日中ね、家にいる人間とは違って、サラリーマンとして、1日の10時間から12時間は会社に行ってるんですよ。で、ご自身の家庭もありますんで、そちらの方の運営もありまして。まあ、家庭でもね、いろいろあると思いますし、奥さん、子供とね、いろいろと時間を使うこともあると思いますし、家族サービスもやるでしょう。でも、その合間を縫って、株でちゃんと、副収入を上げてらっしゃるんですよ。で、この株を始めたのが6年前っていうふうに聞いてますからね。だから、これまた筋金入りです。ちょうど私が FX を始めた時と同じぐらいの時期に、ストーンさんは株、私は FX。もちろん、その時はお互いに知り合う関係ではありませんけども、そうやって進めてきて、やっぱりね、私もね、実感して思うんですけども、さすがにね、5年、6年同じようなことやってたらプロになりますよ、誰でも。で、こういう言葉があるんですよ。素人がプロに勝てるのは唯一、時間を使うことっていうことなんですよね。そうなんですよね。だから、自分が初心者とか、まだ全然ペーペーだと思う人ならば、やっぱり時間を使わないといけないですよね。短時間で効率よく学ぼうとか、短時間で効率よく利益出そう。それはね、思うのはいいんですけども、最初から無理ですよ。最初は、ベターっと時間を使って、いつまでも繰り返し繰り返ししつこく、一つの物事に向き合う。選択と集中をして、そしてやっと、日の目が出るのかなと思います。で、日の目が見れるようになったら、やっぱりいろんな時間の使い分けをしたりとかね、自分のペースをつかんでお休みを取ったりとか、これはできると思いますけども、最初はやっぱり一点集中して、もう投資以外は何もしないぐらいの、まあそんな期間が必要なのかなとは私思うんですが、今日はストーンさんもね、そういうことについて何かお話しくださるかもしれません。もしかしたらそこまでギツギツじゃなくてもできるかもしれません。やっぱりね、ストーンさんもサラリーマンですから。で、サラリーマンとして、毎日株じゃない世界で生きてるわけなんですよ。で、株じゃない世界で生きてきて、家に帰ったら株価チェックをして、それでちゃんと利益を上げてるってことですよね。まあ考えてみたら、株とか FX って、ベターっとね、チャートの前に張り付いていても、チャンスがいきなり見つかるってことはないんですよ。で、1時間経ったら、やっとチャートが1本1時間しか伸びるだけなんで、私の場合は4時間ごとに見ればいいかな。そうすると1日に3回チャートを見れば、動きもわかるし、エントリーするタイミングもわかるし、利確も損切りもちゃんとできるんですよね。だそういうふうなペースで、1日に1回も見ないってことではね、なかなかできませんけども、まあ、正味2回か3回見れば、もうそれで8時間とか12時間ってカウントですから、もう十分、投資にはなるのかなと思いますよね。さあ、この辺もストーンさんの見解はどうなのかなっていうところがあります。あとちなみにね、これから日本はグローバル経済からブロック経済に入ると言われています。要するに景気後退なんですよ。今までは地の果てまで商売をしたら、その向こうにも別の国があって、その国でも商売ができるっていうところがありましたし、自分たちの知らない国では別の商品やサービスがあったり、人件費の格差とかがあって、利益をね、出すことがグローバル経済の中では結構楽だったんですよね。だからこそ、日本みたいに、日本の会社が頑張って、社員が頑張って働いて、株価を上げたら、海外の株主がね、儲かっちゃったみたいな。全然従業員に還元されないみたいなことも、それで歪んだ形も起きてきたんですよね。本来でしたら、その会社で働くってことはね、会社で働いて頑張った人が、会社の利益の恩恵を受けるべきなんですけども、なぜか日本の場合そうなってないと。頑張って頑張って働いて、給料をね、切り詰められて、そして、株主ばっかりが儲かるみたいなね、そんな歪んだ仕組みなんですよ。で、儲かった株主は今度別の銘柄を買っていったりとか、さらに
株式を買ったりとかして、さらに儲かっちゃうみたいな。だから労働で金持ちになることはないなっていうところで、まあストーンさんもサラリーマンをされてますけども、そのサラリーマンで金持ちになるのは難しいんですよ。だから投資という二つ目のわらじを履いたんではなかろうかと思いますね。はい。じゃあそろそろね、ストーンさんもいらっしゃるんではなかろうかと思いますけども、いらっしゃいませんね。一体これはどうなってるんでしょうか。ストーンさん、そろそろ来てください。で、ちなみに今回の放送もレコーディングしていますと、左上についてますんで、大丈夫だと思うんですけどもね。ん？なんか声が聞こえたぞ。来てますよ。お、来てる。本当だ。あ、ちょっとカメラ出しましょうか。はい、お願いします。はい、すいません。どうもこんばんは。こんばんは、ストーンさん。よろしくお願いします。こちらこそ、まあ、前回、はい、前回からね、1ヶ月ぐらいだったですかね。そうですね、ちょうど1ヶ月ぐらいですかね。前回8月の中旬、お盆明けぐらいでしたね。おお、なんか、ストーンさん表情が、なんかいい感じになってきましたね、さあ、そうですか。ありがとうございます。そうですか。なんか、いいことあったんですか。あの、歴史としたサラリーマンです。はい。はい、そうですね。はい。で、まあ、ちょっとね、あの、ここで、あれなんですね、家庭でちょっと問題がありましてですね、家庭の運営で、あの、はい、みんな、僕以外コロナにかかっちゃいましてですね、僕の家から出れない状態になっているという、あ、そんな状態なんですね。はい。まあ、でも変わらずやってますんで。はい、はい、ということはあれですね、今日のテーマにもしかしたら合致してるかもしれないですね。会社は出れないけども副収入でますます儲かっちゃったみたいなね。そうですね、あのうちにいますんで、ずっとあのシャートずっと見られるんでね、はい、そうです。なんか皮肉にも出勤しない方がその収入は上がるみたいなことも考えられますね、これは。そうですよね、はい、まあ、株はね、投資っていうのはそういう世界ってこともありますんで、はい、今日はそういうこともね、ちょっとこうこぼれ話を聞きながら進めていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。それではね、今日お集まりいただいた方いらっしゃいますんで、あの、YouTube をご覧の皆様もね、あの、ストーンさんのことをちょっと紹介させていただきたいと思いますんで、ストーンさんの方から自己紹介、まずはこちらお願いします。はい、こんばんは。週刊中年ジャンプのストーンと言います。まあ、石井と言います。はい。でですね、あの、僕はですね、先ほどちょっと先生の方から、ご紹介あったようにですね、6年くらい前ですね、まあ、7年目になるんですけども、株式投資の方ですね、うん、FX の方はちょっとやってないんですけれども、株式投資の方ですね、テクニカルチャートを見てですね、やってるという、日足ですね、スイングトレードというものですね。僕の場合はあのデイトレじゃなくて、まあ、当日からだいたい2週間ぐらいの間でこう決済していくっていうものなんで、うん、昼間はまあ仕事してますんで、夜帰ってきてですね、チャートをじっくり眺めてですね、翌朝までにはですね、結論を出して買いを入れたり売りを入れたりっていうことを続けてる感じですね。はい。で、それを大体まあ6年ぐらいやってるということで、で、ちょうどですね、去年の今頃に先生の方にですね、株の件じゃなくて YouTube でちょっとなんかビジネス教えてくださいってことでですね、ちょうどあれ10月ぐらいだったんですね、はい、お願いしますということですね、ちょっと教えていただいて、で、まさかですね、ちょっとこういうふうにコミュニティを持って、やるっていうふうには考えても いなかったですね、当時は、はい、で、今ですね、あのこのような形にさせていただいて、本当にあの YouTube すごいなと、で、先生とちょっと出会いっていうのはやっぱりこういうもんなんだなと思いまして、その当時は考えてもいないことがですね、今起きているということになっています。はい、今そんな現状ですね。で、僕はあの神奈川県に住んでまして、まあ、昼間はサラリーマンをしてまして、で、まあ、株の方はずっと、まあ、6年やってるというような感じですね。まあ、平凡なサラリーマンでございます。はい、50歳になるところですね。今度、来年の2月で50歳です。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。50歳というキーワードが出ましたけど、私はね、来月の11日で50歳、一足先に行かせてもらいます。おめでとうございます。ありがとうございます。名残惜しい40代で、もう覚悟は決まっております。はい、まあ。それからね、ストーンさんが先ほど言われてましたけども、その、YouTube ね、YouTube をビジネスにしたいというふうな切り口で、あの、まあ、出会いがあったわけなんですけども、もう私の方では、どう YouTube をお金にしていくのか、ビジネスにしていくのかってことは、いくつかパターンがあったんですけども、その中で最もやりやすくって楽しくって、それで受講生さんも意欲的に取り組める形がこのコミュニティ運営なんですよね。普段から YouTube で
コミュニケーションを取っていって、時には Zoom でクロージングしていくとかね、クローズドな世界で、出会っていくとか、これを毎週ストーンさんされてるんで、サポートの方。まあ、すごいなと思いますし、あとやっぱりね、その、視聴者数が多い少ないとか、再生数が多いとか少ないって、あんまり考えなくていいんですよ、これは。チャンネル登録が1000人いないと勝負にならないとかね、何百人攻めていないとなっていう考えてるところがあると思いますけど、そんなことはないんですよ、全然。100人でもう十分ですしね。なんだったら何十人とかいうレベルでも、そこに数十人っていう人が確かにいるんで、必ずその人たちは欲しがってるものがあるんですよ。だからそれを探るために、まあ動画をいろんなパターン出していくと、あ、これは結構なんか注目されてるなっていうのが気づくんで、そこに切り込んでいくか、もしくは自分がじっくりやっていた自信のあるものをね、ずっと打ち出していけば、その放送にこう気が合う方っていうかね、もっと知りたいよ、お願いします、次も見せてくださいっていう方がだんだん固まってくるんですよ。そういった方と同じ、釜の飯を食うっていうんですかね、こういうことやると、まあ、クレームも当然少ないですし、商品売るときも押し売りがいらないんですよ、全然。で、本当に自然にありがとうございましたみたいな感じでご購入いただけるんで、すごくね、ストレスなくやっていけますし、で、ストーンさんも今日ね、こうやってサラリーマンをやりながら株をやってますみたいな感じでお話しされてますけども、ほとんどの方が何かの仕事を持っていて、限られた時間でやりたいんで、まさに塾の運営をしている方がね、ストーンさんみたいに、半分サラリーマンやってんだよ。家庭もあるよっていう方から学ぶっていうのは、すごくペースをね、考えてくださるところでありがたいことなんですね。まあ、ですので今日ね、じっくりお話を聞かせていただいて、放送をお付き合いいただく皆さんもね、ちょっと肩の力を抜いてリラックスしていただいて、毎日過酷なね、なんかコンテンツ作りとか、クロージングとか集客があるっていうのとは全然違いますから。本当に、ゆっくりと。でも、うん、そこそこね、ケツに、無知を入れながらやるところもありますんで、やっぱりお金を儲けていくわけですから。楽なことはないけども、でも苦痛ばかりではないですから、その辺のペースもストーンさん考えながら、塾の運営されているのが人気の秘密かと思います。本当になんか上手にされていて、一般公開動画をね、私もたまに見せていただくんですけども、やっぱりね、話も分かりやすいし、再生数もね、軒並み人気ですよね、あれは。すごいですね。そうですよ、ここのところちょっと上がってきましたね。なんでしょうね、Google さんのおかげなんでしょうか。もちろん、それもあるんですよ。キーワードが、ほら、株式の銘柄とか会社名で出るんで、検索されやすいってところもあるんですけども、実はね、うん、円安になったり、不況になったり、世の中不安になると、投資ってものすごくね、見直されていくんですよ。うん、要するに、ビジネスがうまくいってるときっていうのは、ビジネスをみんな一生懸命やるんですけども、普段の収入に陰りが見えたりとか、先が見通せないときとか、会社が潰れたときって、いきなり何を始めるかなって言ったら、大体やっぱりね、40代、50代の人って、そろそろ投資を一生懸命やってみようかなっていうふうになってくるんですよね。だからそういうタイミングは、この半年間っていうのは、もうもろにあったんじゃないかなと思います。まあ、例のね、ウクライナ、ロシアの関係もありますけども、会社っていきなり天災とか、ああいった侵略でなくなっちゃうんですけども、投資ってなくならないんですよね。もうどんな状況の時でも投資ってあるんですよ。だからちょっとね、不幸を別に願うわけではないんですけども、世の中がどうあろうとも投資家って動いてるっていうところはね、まあ、ちょっと頭の隅に入れながら投資のことを考えていただくと、自分に有利に使っていくことができるんじゃないかなと思うんですね。はい。それでね、前回、こうやってズームの対談をさせていただいてから1ヶ月ちょっと経ったわけなんですけども、まあ、いろんなね、変化はあったと思いますが、ストーンさんの中で、あ、これは進展あったなみたいなのがあったら、ちょっとレポートしていただきたいんですけど、いかがでしょうか。あ、はい、わかりました。これをちょっと今日はお伝えしたくてですね、ちょっと先生にちょっとアクセスさせていただいたんですけども、去年、今年のですね、3月ぐらいから、なんとなくこう始めてきてですね、5月からちょっと本格的に始めましょうということですね。皆さんにお話ししてきたんですけども、その時に入られた方がですね、まあ本当に真剣にやっていただいて、毎日毎日ちょっと僕とやり取りをさせていただいて、まあ質問が来たりとか、僕が問題を出してそれの答えをこうね、やり取りしたりとか、いろいろこうやりながらですね、だんだんちょっとずつ積み上げてですね、で、8月の末ぐらいからですね、利益が出始めたっていうちょっとね、お話があったんで、まあそういうこともあるよなって思ってたんですね。なんですけど、毎週毎週コンスタントに取っていかれてるんですよ。だから、すごいなと思いまして。で、その方はですね、基礎的な部分と、あとは、特別にというか、別途で、まあ、セミナーっていうかね、そういうのも、参加していただいて、すごく、
情熱的にやっていただいてるんですけども、それでですね、やっぱり3ヶ月ぐらいですね、だからそういうふうに積み上げてきて、結構やっぱりすごいなと思いまして、自分でやってる割にですね、で大体1年ぐらい経ってですね、そういう方が出てくるかなっていうふうに思ってたんですけれども、この方も株はもう初めてというか、やったことないということなんで、いたんですけども、まあ、ここで本当に良かったなと思いまして、で、まあ、それでおしまいってことではなくて、やっぱり波がありますんでね、取れるとき取れないときってありますんで、そういうところをどうしていくかっていうのを今後もですね、3ヶ月ぐらいで全部こうマスターしましたっていうのはなかなか難しいと思うんで、まあ、これからもですね、お話をよくしてるんですけども、今後もちょっとずっと続けていきましょうねなんて話をしてるんですけど、毎週毎週、ズームでこう、顔を付き合わせて、こういうふうにお話ししてるんで、もう本当にこう、なんかこうね、通過というか、ご質問なんかもどんどん来てですね、答えてっていう感じでやってるんで、よかったなと思いまして、まあ、それをちょっとお伝えしたかったなと思いまして、はい、それが新編です。はい、すごいですね、やっぱり3ヶ月とか、いや、半年で結果が出てもすごいのに、なんか相当熱心に学んでくださったんですね。はい。うん、まあ、基本的にこのね、ストーンさんの放送が受け取りやすい人っていうのは目が出やすいんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり素直に聞けるし、同じようなテンションでストーンさんも語られますし、取り組みやすいんだろうなと思うんですね。なんかこのよくね、もう昔懐かしいことになりますけど、学校の授業って結局決まったらそれ行くしかないんで、最初にあ、この先生ダメだなと思ったらずっとダメなまんま苦手意識持ったまま1年とか、ひどい時は2年3年行かないといけないと思いますから、その強化が潰れるんですけども、こういった、言ってみればね、インターネットで、こういうふうにストーンさんに出会って、この人の話分かりやすいなと思ったら、本当に学びやすいんですよね、すごく。それずるずるずる身につくと思うんですよ。ですので、このストーンさんのオリジナルのスタイルを、このまんまやっていただければ、もう無理なく身につけていただくことができるんだろうなと思いますし、なんかお互いになんかこう、育つような気がしますね、やっぱり。そうですね。僕より年上の方なんで、やっぱ、いろんなことご存知なんでね、株以外のことは僕に教えていただいたりとか、まあそういうこともやってますんでね、よかったなと、本当によかったなと思いましたね。うん、はい、すごい。じゃあこうやってね、めきめきと力をつけることができるストーンさんの株スクール、まあまだ名前は株スクールなんですけど。すいません、株スクールなんです、ね。はい、いいんじゃないですか。ところでね、この株スクール、具体的にどんなことをやってるのかってむちゃくちゃ気になるんですけども、ちょっと明かせる程度にちょっと明かしていただければと思います。そうですね。具体的にはですね、講義動画っていうか、まあ、基礎的な部分から入ってですね、応用的な部分ですね、上級者というか、中の上とか中の中ぐらいのところですね、そこを目指してですね、行こうというところですね。ですから、本当に基礎的なところをきちんとやっていくっていうのは重要だと思いますんで、結構 YouTube なんかもこう教えてる方いっぱいいるんですけど、見てもやっぱりこういきなりポーンとね、こう初級がなくてポーンとこう中級以上のお話してるんで、分かったような感じで聞いてると、やっぱり実際にできますかっていうとよく分かりませんって感じになっちゃうんですよね。テニスって知ってますっていうのと同じような感じで、じゃあやってみてくださいって言ってもなかなかうまくいかないのと同じなのかなっていう感覚が今ねちょっと思ってるんですけど、やっぱりこう基礎をきちんと固めていくと、やっぱりそれが一番早いのかななんていうふうに思うんですよね。すごいこう特別なすごい技を出すっていうことじゃなくて、やっぱりコンスタントにちょこちょこ取っていければいいかなっていう感じではあるんで、まあ、そこからだと思うんですよね。いきなりドカンドカンとこうね、リターンを狙ってっていうと、やられる可能性もあるんでね、一発で。なので、ちょっとずつこう、基礎を重ねながらいくと、まあ、それが一番早かったなっていうのが、今回の、先ほどね、お話もさせていただいたんですけど、そういう結果が出たかなっていうふうに思ってるんですけどね。そうですね、具体的にはその、基礎の動画の配信と、これが、本当に人数少ないんで、その方に合わせてですね、毎週送る方もいらっしゃいますし、まあ、月に2回ぐらいの方もいらっしゃいますし、まあ、2回は悪いかってそういうことではないんですけど、よく咀嚼してもらってですね、理解した上で次に行きましょうっていう話をしてるんで、まあ、大体月に、2、3回お送りしてですね、それについてのご質問とかですね、そういったものをメールで送っていただければ、僕の方は動画でお送りしますんで、そういうお話をさせていただいてます。あとですね、個別相談っていうかね、恋愛とかそういうのは受け付けてないんですけど、個別のその株についての相談とかね、そういったものは、
銘柄これどうです、上がりますか下がりますかそういうのはしないんですけど、テクニカル的な部分ですね、お話を個別にもしてますんで、そうですね、そんなこともやってます。であとは先ほどちょっとお話ししたんですけども、Zoom によるその週1回の、まあ、勉強会というかミーティングというかね、今週こんなことがありましたっていうちょっと相場のお話とかね、いろいろ、みんなで持ち合ってしていくということですね。であとですね、これから新しく考えているのが、ちょっと検証グループを作ってですね、みんなでこう検証していこうということですね。ある一つのこの、何かこう技法があったらそれについて検証していくと。でこうなったらいけるんじゃないかって思ったらですね、それについて検証してですね、検証するとやっぱり自信がつきますんで、それがやっぱり一番基本なのかなと思いますんで、これをまあみんなでやっていくということですね。みんなでやるというか、効率的にこうね、分かっていって積み上げていくっていう感じで進めたいなと思ってるんで、ただやっていくっていうだけじゃ何もならないんで、コツコツちょっとね、やっていきたいなと思っております。まあ、その5つで、が、まあ、基本的なパッケージになって、まあ、その他にさっきもちょっと出たんですけど、特別にというかね、例えば銘柄選定に特化したセミナーとか、あとはそのエントリーのポイント特化したものとか、ちょっと別途で分けて作ってますんで、そういったものも随時参加していただければですね、どんどん伸びるのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ね、株っていうとなんかこう雲の上のような存在に多くの方感じられてると思いますけども、実はね、私たちはもう株に囲まれて生きてるという。ちょっと行けば株式会社だらけですからね。で、アルバイトをしても、どっかで正社員で勤めても、非正規で通っていても、結局、株式会社っていう風な株を扱ってる会社で働いてるんで、本当に身の回りに株式ってのはすごく身近にあるんですよね。でも実際にトレードしようと思うと、ほら、初めてサイトを開いたりアカウント作ったりとかって、あれがややこしくてハードルになってるんですけども、あれ結構ね、最初はね、頭痛いんですけど、一回やっちゃったらもう別に二度とやることないんで、もう実はすごくね、取り組みやすいんですよ。ですんで、なんていうのかな、新しいスニーカーを履くようなもんなんですよ。最初はちょっと靴ずれとか出ますけども、すぐに慣れて、履き慣れても、この靴じゃないと嫌みたいになりますんで、そこまで、ストーンさんがね、丁寧にサポートをしてくださいますし、そして今ね、具体的にどんなことやるのかって、さまざまな、ね、パターンを教えていただいたんですけども、目玉としてはね、週に1回のミーティング、あれがいいと思いますよ。こういうふうなね、時にはざっくばらんで、時にはすごく真面目に株のことをお話しするようなところが、最もなんか美味しいんじゃないかなと私は思いますね。通常ね、やっぱりストーンさんも時間があんまり、そんなね、サラリーマンされていたりとか家庭があるんで、まあ必要最小限の時間で運営したいわけなんですよ。でもこういう時間を設けていただくことによって、普段の講義がとっても取り組みやすくって、ストーンさんのね、伝えたい気持ちが伝わりやすい、そんな時間を作ってくれてるのかなと思います。あれとってもいいなと思いますよね。それでね、ストーンさん、はい、このスクールなんですけども、はい、まあ、どんな方にストーンさんとしてはおすすめなのかなと。そうですね。まあ、ね、月収が300万、はい、500万稼ぎたいって人はいきなり来られても困ると思うんですけども。ですね。そのほかね。そういう方はもうあれですね、まあ、そういうところに行っていただいた方がいいかもしれないですね。はい。で、まず僕はですね、まあ、初心者の方、これから始めようかなって思われてる方とか、あとは今ちょっと、まあ、株歴は長いんだけど、なかなかこうトータルでプラスになってないよっていう方とかですね、そういった方ですね。僕も最初ね、3年ぐらいはやっぱりそんな感じだったんですね。なんとなくやってるんだけど、ちょっと用語は知ってるよ、それ知ってる知ってるなんていう感じだったんですけど、実際はその、利益は出てないっていう感じだったんですが、やっぱりこう基礎を固めたところでですね、ぐっと伸びたんで、そういう感覚がやっぱりつかめたんで、そういったところをこう分かっていただければいいかなっていうふうに思ってるんで、やっぱりこれから始める方で、特にですね、やっぱりサラリーマン、他に昼間仕事されてて、日中はちょっとこうね、こんなチャートなんか見せると怒られちゃうとかね、営業の方ならちょっとね、難しいですよね。まあちょっとね、トイレに行ってとかあるんですけど、仕事に集中できないっていうのは一番良くないで、どっちもダメになっちゃうんで、これは良くないと思いますんで、まあ、昼間は今仕事をしていただいて、お仕事していただいて、帰ってきてからチャートを見て、で明日どうしようかっていう戦略を立てて、ね、やるというようなスタイルでやってますんで、昼間忙しい方、だから主婦の方なんかもいいと思うんですよね。昼間はやっぱりね、いろいろやることあると思うんで、まあ、3時以降、ね、場が終わってからですね、いろいろ作戦会議に入っていくと。で、週末は週末でちょっと時間を取っていただいて、来週の戦略をちょっと立てておけばですね、
そんなにこうチャートを見て、あ、どうしようって、今日上がった下がったっていうことじゃなくて、あ、なるほど、分かりました、あ、今日は上がったんだねっていうことで、こう戦略通りにいけばですね、何パターンかこう分かれ道でこっちに行ったらこうしよう、こっちに行ったらこうしようっていう考えをしておけばですね、そんなにこうドキドキするギャンブルじゃありませんので、ダメだったら手じまい、切ってしまうっていうようなね、ことがありますんで、非常に忙しい方にいいんじゃないかなと思います。はい。そうですね。私も実際ね、その株ではないんですけど、FX をやっていて、チャートに張り付くっていう感覚は別に持たなくて全然大丈夫なんですよね。まあ、それこそ私の場合1時間足でデイトレードをしてるんですけども、1日でね、手じまいするトレードをしてるんですけども、まあ、4時間に1回見てきても、ロウソク足って3本か4本しか育ってないんで、ちょうどそのぐらいがいいんですよね。1時間ごとに見に来ても、チャートが1本しか、こう、育ってないんで、やりようがないんですよね。ただやっぱりこう、そんなにね、ぎっちりぎっちりやるもんではないかなっていうふうに感覚が変わってきましたね。多分株もこの、ストーンさんのトレード手法でいくと、じゃあいつもチャートを見なくちゃいけないんですかとか、値動きに詳しくなくちゃいけないんですかって、そんなことはなくって、本当に最初の第一歩とか、まあ中級者の中ぐらいを目指す。収入としてはね、いくらになるか分かりませんけども、例えば何十万とかっていうよりも、現実的にプラス5万、10万みたいなところを、とりあえずは目指そうかなっていう人には、ものすごく向いてるんじゃないかなと、ずっと見てて思うんですよね。そういうことになると、やっぱりサラリーマンの方とか、決まったお仕事を持たれている方としては、あと1万あれば2万あればっていうところなんで、結構ね、現実的に稼ぐ糸口は見つけていけるし、まあ結構楽しめて、そこからもう皆さんね、自分の投入できる時間と意識の限り、プラスの収入を5万とか10万とか15万とかっていうふうに少しずつ上げていけると思いますんで、そういうところもストーンさんにお任せすれば面倒見てもらえると思いますから、私としてもね、日中時間が全然株に取れないよって方、それから初心者の方とか一回挫折した方とかね、いまいち乗り切れない方とか、こういった方とってもいいんじゃないかなと、ストーンさん自身がご自身の暮らしの中で様々なことでね、主にはサラリーマンとしての義務と責任やってますから、きっと忙しい人の気持ちに寄り添ってやってくれると思いますし、すごくいいペースで誘導してもらえるんじゃないかなと思います。そういう感じで私1年見ておりますんで、これからもストーンさんに株のことはね、皆さんお任せすればよろしいかと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、それでされてる仕様が、ね、スイングトレードってことなんですけども、やっぱり心配になるのが、はい、日をまたいでのトレードじゃないですか。はい、そうなると例えばね、CPI の発表とかあったり、FOMC とかっていうね、ちょっと専門用語使って申し訳ないですけども、突発的ないろんな金融関係の報道とか、会議とかで決まったことで、こう、相場がボカーンで動くことがあるんですよね。大暴落みたいな感じとか。そういう時に大きなお金を失うっていうリスクをどうしても考えちゃうんですけども、スイングトレードでそういうことってあるんですか？やっぱりそう銘柄によってもありますし、さっきおっしゃったですね、CPI って今週も FOMC が木曜日ありますもんね。うん、だから今日なんかも割とそんなに動かなかったんですよね、相場もね。やっぱりちょっとそういうの意識してみんながそういうふうにしてるのかなっていうふうに思うんで、まあそういう日をまたぐんで次の日どうなっちゃうのかなってドキドキするところではあるんですけども、うん、まあおっしゃったようにそういう大イベントがあるときですね、とかあとは年末年始とかあとお盆とかね、そういう時はですね、ちょっと控えるというような決めを作ったりとか、誰かがそうね、パウエルさんが発表するなんていう時は、ちょっと控えておく。まあ、玉半分ぐらいにしとくとか、ちょっとヘッジを同じぐらい入れとくとかですね、そういったことをする必要があるのと、あとはですね、そういうふうに普段でもですね、何もなくても動いちゃうものもあるんですよね。で、そういう銘柄を選ばないようにするっていうこともありますので、極力そういうことがないようにですね、まあ、全くないことはできないと思うんですけども、極力ないようにですね、想定内の中で収められるようにですね、銘柄選定とかそういったものですね、決めを作ってありますんで、その辺はご心配されなくてもいいのかなと思います。はい、まあ、デイトレードでも次の時間にドーンと行くときもありますもんね。まあ、そういうことが回避できるようにですね、もうすぐ日柄って言って、そういう時期が来そうな、もう上げてずっと上げてきたなっていうところはもうちょっとね、追加で入れるのやめようとか、そういったことも、やってますんで、技があるんですね、いろいろね、安全策がありますんで、その辺もですね、学んでいただければと思います。はい、
まあ、この辺はね、ストーンさんの株スクールではものすごく安心できるところで、まあ、経験とか、それから知識っていうところもあるんですけども、やっぱりね、大荒れしそうな時って、当然避けてきたから、ここまで生き残ってるってところがあるんですよ。やっぱり5年、6年、7年のキャリアって、いろんな事故をね、巻き込まれずに生き残ってきたってことですから。それは資金がね、何千万もあるわけじゃないですからね。そう考えたら、本当に、この動画を見てくださってる方と同じような資金で生き延びてるってことは、ちゃんとね、避け方を、リスクヘッジの仕方を、徹頭徹尾守ってるってことなんで、その辺のアドバイスをいただきながら、危険のね、最小限に抑えられたようなトレードに、なおかつ最大限のチャンスを狙えるように形作っていただけるんじゃないか。その辺はやっぱりね、5年、6年、そして7年というキャリアは当てになると思っていただければいいんじゃないかなです。本当に下手する人って1年、2年で消えていきますんで、もうここに放送出てませんからね。そういったリスクがヘッジできない方は。はい、ありがとうございます。はい。それでね、お金のことなんですけども、はい、そんなにやっぱりこうストーンさんも募集するとなるとね、同じようなサラリーマンさんも株をやってみたいなって希望されると思うんですよ。でも正味サラリーマンさんのお小遣いってじゃあ10万ありますっていう人ってあんまりいないと思うんですよね、うん、よく言われるのが3万円とかね、多い人で4万円とか少ない人で2万とかみたいなのが月のお小遣いになると思うんですけども、このぐらいの投資金額でもやっぱりなんとかなるもんなんでしょう、参加できるもんなんでしょうか。そうですね。3万円で、なんとかね、1000万作っていこうって、それはちょっと難しいと思うんですけど、今ですね、やっておくといいということですよね。今のうち、今お仕事やられてる方が大半だと思うんですけど、やっぱりさっきね、最初に先生おっしゃったように、こう、仕事がちょっとね、傾いてくると投資に走る人が多いっていうことをおっしゃってたんですが、その時だとちょっとやっぱ遅いんですよね。それね、みんな、養分イナゴってよくね、ひどい言い方があるんですけど、バーッとともうジャンピングキャッチしてみんなやられていくっていうね、形になっちゃうんで、やっぱりね、こう武装はしといた方がいいんですよね。うん、やるやる、今稼ぐとかじゃなくて、やっぱり今から武装しておく必要があると思うんですよね。僕もだから6年前にやっといて、よかったなと思うのは、その当時はお金出てくばっかりですね。やっぱり勉強したりいろいろするんでお金使ったりとかですね、で張れば負けるしみたいな感じだったんですけど、うん、やっぱりそこはそこでちょっと控えて、儲けようと思わないでですね、コツコツやると逆に早いと思うんですよね、その方が。先ほどの3ヶ月でちょっとね、勝ち始めたって方も、極力そんなお金かけないでくださいね。だからそんなにかけてないんですよ。なので精神的にも安定してこうできますし、これで今月稼ぐぜなんて言うと、それは良くないと思うんですね、最初のうちは。なので、今からやるっていうのは必要なのかなと。お金あるなしに関係なく、逆にですね、じゃあ1000万、余剰資金があって使えるんだよ、これって言った人はですね、知識がなくてやると、多分、すぐ半分ぐらいになっちゃいますね。なので、そういうのはちょっと置いといて、まずお金使わないでですね、まず勉強してトレーニングするっていうのが一番かなと思いますね。すぐにはやっぱりお金にはならないと思いますね。これ正直なところなんですけど、はい、もうクリック一つで300万とかそういう話はまだちょっと先の話になりますんで、今ちょっと勉強していただいて、トレーニングと勉強ですね、していただくのがいいのかなと思います。はい。なので、ありがとうございます。お金がなくてもできますということですね、回答は。はい。そう。お金いきなりたくさんなくても大丈夫ですから。そうですね。基本的には投資ってお金がある人が有利なんですけども、主にはそういった不動産の話でね、うん、株とか FX ってのは少額でできるところが、まあ、取り組みやすいところ、味噌とも言えるところなんで、デモトレードもありますしね。で、力をつけるためにはデモトレードで十分なんですよ。で、いまいち本気になれない人は最小ロットで、玉を持つってこともありますし、まあ、いきなりね、自分の資金がなくなりそうな、そんなことやってもしょうがないんですね。慎重に最初は言っていただきたいなと思いますし、その辺の資金分散とか資金計画、資金管理のことも、ストーンさんのところで学んでいけると思うんで、自分で勝手な発想でね、どのくらいのロットにしようかなと思うよりも、全体資金からこのぐらいがいいんじゃないかなっていうバランスのアドバイスを受けるのも、この株スクールでのね、メリットだと思いますんで、皆さんね、やっぱり人から学ぶのがいいですね。何でもそうですけども。で、それからやっぱりね、なんていうのかな、尻に火がついてからやってもダメなんですよ、本当。今、ストーンさん言われてましたけど。今、まだ、なんとか動けるうちにもうやっておく。
そうするとピンチの時には実力ついてる状態になってきますから。だからそれが人によってはね、やっぱりね、2年とか3年とか5年、6年かかりますんで、もう株の状態、株の存在を知った時からもうやった方がいいし、やるってのはどういうことかっていうと、実弾を込めてエントリーしろってことはないんですよね。もう、専門知識からなんかこう、覚えておくとかね、チャートの形を見て慣れておくとかね、もうそのぐらいだったら別に株にちょっと興味があるぐらいでできると思うんですよ。でもそういうふうに基礎を固めておくと、いや、これ一回勝てるようになったらそっからの人生ずっと勝ちですからね、投資って。ほんとこれがすごく面白いところで、投資の力がついてない時って永遠に負けるんじゃないかなと思うんですよ。でも投資の力がついちゃうと、投資の力ってそのレベルダウンすることがほとんどないんですよね。同じ理屈でずっと相場動いてますんで、あ、勝てるようになってきたなと思ったら、そっからずっと、そのさっきね、言ったようなね、まあ材料っていうんですけども、大きな金融の発表とか事故がない限りは、まあ大抵同じようなペースで自分の、副収入っていうのがつかめていくんで、非常に可能性の高い分野だと思います。株、まあ FX もそうなんですけども、今日は株がね、主人公なんで私の話はあんまりしないでおきますけども、株も本当にね、取り組みやすくって、資金を少しずつ増やすのにはうってつけだと思います。まああとはね、今日、ストーンさんの話が出てくるかわかんないですけども、その精神力って問題もありますんで、我慢するときと勇気を持っていくときとかね、その辺も少しずつストーンさんから学べるんじゃないかなと思います。どうもありがとうございます。でね、副業を考えていらっしゃる方って当然多いと思うんですよ。特に私たちのような年代になってくると、自分の今の収入だけじゃなくって、なるべくほら、副収入が多い方がいいし、その副収入もね、徹夜で牛丼屋に勤めてるみたいなね、体力に体力を掛け合わせていくようなやつじゃなくて、体力を落ちてくるわけですから。やっぱり夜はぐっすり寝てっていうところとか、休日は家族と過ごしてみたいな中で、なんとか副収入をって考えていると思うんですよ。うん。夜間のアルバイトっていうのはね、副業と比べて、株取引とこう比べてみると、まあ、どんな感じなのかなと。肉体的とか精神的には。ストーンさんどういうふうに感じます？株の取引の副収入と、その他の、いわゆる、私たちが高校生の時とか大学に行った時のアルバイトみたいな労働みたいなのを比べると、そうですね、もう今月ってなっちゃうとやっぱりアルバイトの方が手っ取り早いと思うんですよね、うん、もう体預けてその時間だけお金もらうっていうことを考えると、うん、ただアルバイトっていうのは誰でもやっぱ替えが利くっていうか誰でもできるからアルバイトだと思うんですよね、うん、なのでまあいやもうアルバイトをですね、やり抜いてもですね、多分何も残んないと思うんですよね。まあちょっとしたなんかこう、キャベツの千切りとかうまくなるのかもしれないですけども、お金に変わるってことはあんまりこう結構稀なのかなって感じですよね。だからまあそういったところを考えると、やっぱりちょっとさっきも出たんですけど、今お仕事してるうちにですね、そのアルバイトに出かける時間をですね、例えば2時間、3時間あればですね、株の勉強しておくと。でこれが長くてもね、だ3年続けていればですね、3年ってそんなかかんないと思うんですね。さっきの話だと、僕の場合はもうほぼ独学で一人やってたんで、やったりやらなかったりだったんで3年かかっちゃったんですけども、誰かがいて、話ができてですね、多分本屋で株の本買ってきて、できる人はできると思うんですよ。多分そういう人はもう本当にもう勉強の準備ができていて、もう多分受験もそうやって切り抜けてきた人だと思うんですけど、なかなかね、普通の人ってそういうわけにいかないと思うんで、対面で誰かにこうね、聞きたいときに聞いて、あ、こうか、こうかって考えながら進んでいくっていうのが、やっぱり早いのかなと思うんで、アルバイトもいいんですけど、やっぱり先のことを考えると、僕はその今の仕事を辞めたときにどうしようかなっていうふうに考えると、やっぱりそういう、何かこう特殊な技術っていうか、株なんか特殊なんですよね。株以外には使えない技術ですけど、でも株ってなくならないんで、株だけじゃないです。これ FX にもそうですし、チャートで見るものっていうのは全部理解できますので、そういった意味ではですね、すごくお金って、今日のお金で比べるとそういうわけにいかないんですけど、未来のことを考えると、今やっとくっていうのは非常に、もう今すぐ始めるっていうのが、やっぱり一番いいんじゃないかなと、今思ってます、僕自体が。はい。よかったなと。始めといてよかったなっていうふうに思っております。はい、だからアルバイトと比べるってことはなかなか難しいんですけど、日銭ってなっちゃうとやっぱりね、アルバイト行く必要あるんですが、その時間をなんとかね、こう捻出していただくといいのかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。まさにね、今勤めてる会社もいつかは辞めなきゃいけない時が来るんですよね。で、それは円満退職ならいいんですけども、
会社がなくなったりね、業績不振で早期退職をほのめかされたりとか、悲しい別れ方だったわけですよ。で、副収入副業で選んだアルバイト先も、じゃあずっと自分のために人員不足をそこが抱えてくれるかどうかって分かんなくて、テクノロジーが入ってきたり、まあそもそもね、この3年ぐらいですけども、飲食店のアルバイトなんて急に、あ、出てこなくていいよみたいな感じになっちゃって、で、それも納得せざるを得ないじゃないですか、もうこういう状態なら。その時に時間はあるし、意欲はあるけども、手も足も出ないって状態になっちゃうのに比べて、投資の世界、株式の世界って、自分が引退宣言をしなければ、辞める必要がないんですよね。それこそ、会社を40代で、50代でリストラになりました。あ、じゃあ、株で行けばいいや。っていうふうに切り替えができるんですよね。そのためにも、まだ身動きができるうちに、株のことをしっかり勉強して、一定のレベルになっておいてね。で、勝てるようになっておけば、それこそ、仕事の方も身が入ってくるし、不安がなくなりますね。収入の面では、こっちの株があるから、だから仕事をもうちょっとね、チャレンジしてみようかなと、ちょっと無茶してみようかなっていうふうにもなると思うんで、まあイエスマンにはならずに済むのかなと。新しい提案を出してね、たまには熱意から上司や同僚と揉めたりするみたいなことで、まあ、攻撃的な揉めじゃないんですけどもね、やっぱこう、仕事達成のために、はっきりとした意見を言うこともできると思いますね。やっぱりこんなこと言ったらなんか股外れで怖そうだなみたいな。ことになってしまったら、やっぱり社員としてのモチベーションも活かせなかったりするんで、結構ね、株が味方についてくれるっていうのは、いろんなところで、なんかこう、意欲が出てくるのかなと思いますしね。なんかこう、クビになる恐怖っていうのもだいぶ薄くなるのかなと思いますし、そうなるとなんか仕事も結構好意的にできるのかなって気もしますね、腐らずに。で、それからその株の勉強なんですけども、これは投資全般に言えるんですけども、このね、勉強する人がいないんですよ、はっきり言って。そうですね。最初のうちはやるんですけど、途中でやめるんですよ。で、そういう人は当然、マーケットにお金を置いて、負けて去っていくんで、勉強しないから。で、勉強した人ってそのお金をいただけるってことなんで、山分けなんですよ。で、その割合が9対1ぐらいじゃないかなと思うんですよ。1割ぐらいは勉強して、勝つ方向に行くんだけど、9割の方は、やっぱ難しいよねって感じで、諦めちゃうんですよ。だから、勉強する部類に入れば、なんか本当にね、乱暴な言い方すると、置いてあるお金を取ってくるみたいな感じになっちゃうんですよ、途中から。まあ、勉強はそんな楽ではないし、楽しいもんではないと思いますけども、私はね、株で儲けたらこうしようっていう意欲が、欲望がモチベーションになって、つまんない株の勉強が、例えばね、つまんないと感じてるような株の勉強でも、楽しく取り組めるんじゃないかな。株のスキルが身についたら、俺は南の島で、お姉ちゃんと踊るぜみたいなね。まあ、そんななんかね、昭和時代の夢でもいいんで、持っていただきたいなと。欲望をね、やっぱりこう、持つっていうのは、すごく私は大事なんじゃないかなと思うんですね。はい、ありがとうございます。でね、株なんですけども、まあ、私の認識も随分前まで勘違いしてるところなんですけども、株は買うもの、つまり上がるものっていうふうにイメージしてたんですよ、以前。今はだいぶ変わってきましたけども、でもこれから日本ってもしかしたら不況になるかもしれないわけですよね。日本じゃなくても世界のいろんな国でずっと順風満帆じゃないかもしれない。もしかしたら自然災害や、なんかね、紛争とかで不況になるかもしれないんですよ。じゃあそういう時、株って利益を出すために使えるんでしょうか？どうなんでしょうか、この辺は。はい、そうですよね。株は大体こうね、買っていくっていう、上がった、下がったっていうね、下がるとだからみんな悲しむっていう感じなんですけど、これからやっぱりこう、経済低迷していくって言われてるんですが、まあそういう時期はやっぱりあったんですよね、今までも。こう、上がったり下がったりなんですよね。なので、その、長期で考えて、例えば30年、100万円この30年、ちょっともう動かさずに置いとくっていうんであれば、経済成長とともにこう、上がっていくんで、まあ100万円だったのが、もう800万円になりましたとかであると思うんですけど、僕らは短期でですね、数日でこう、このひだを、上がったり下がったり、このひだを取っていくっていうことなんで、上がる買いと下がる売りっていうのがあるんで、この両方でこう取っていくっていう感じですね。だからここまで上がった、ここからここまで上がったってことなんですけども、この上がる間にこうひだがこうあるんで、伸ばすともっと長くなるんですよね。ちょこちょこ取っていくと。まあそういったところを狙っていくんで、売りっていう、空売りっていうやつですね。空売りっていうとすごくなんかこう怖いイメージが
けど、そんなこともなくて、信用取引という信用口座というのを開くとですね、買いもだから信用買いなんですね。空売りじゃないんですけど、まあ、両方信用でできる、信用って、まあ、できるんですけども、全然怖いものではなくて、逆にそれがないと、ヘッジって言ってですね、急に下がっちゃった時とか、急に上がった時とかですね、そういった、リスクヘッジができなくなったりするんで、買いだけというよりも、僕らの短期の売買の場合は、買いも売りもできないと、やっぱり武器としては、やっぱり不足があるということで、両方で取っていくんで、上がっても下がっても、だ要するにこう、変動がある方が嬉しいんですよね、僕らとしては。その変動をどういうふうに読み取るかっていうのを今勉強しているところなんですけどね、皆さんでね。はい。なので、売りも買いも下がっても上がっても利益を出していけるってことなんで、まあ、経済の状況っていうのはトレーダーにはあんまり関係ないというか、関係ないって言ったらあれですけども、チャートがこう動いてくれた方がやっぱりいいわけなんですよね。なので、上がっても下がっても、どちらでも OK ですということになります。はい。ということで、不況でも株は儲けることができるっていうことになるのかなと思いますね。うん、そうなるとですね、いや不況ってのは恐れるべきものではあるんですよ、基本的には。でも不況の中でも自分だけは儲かっちゃったみたいなことができたりとかね、あとなんか食糧難が来るんじゃないかなって私も思ってますし、それからそういうふうなね噂が流れるところの気もありますけども、食糧難っていうのは食糧の価格が高くなるってことなんですよ。でもどうでしょうかね、株で買ってたら買えるじゃないですか、家族守れるじゃないですか、美味しいものいっぱい食べれるじゃないですか。そういったこともあるんで、やっぱり収入は上げていかないといけないですし、どんなことが起きるか分かんないですね。そのために不況でも商売ができる株っていうのはこれすごく有望だと思うんですよ。でもビジネスって商品売ったりサービスをねやり取りしたりするんですけども、不況だったらお客さん来ないわけですよね。これはすごい怖いですよ。不況だから誰も来ない、誰も物を買わない、安くしても全然売れないとかね。株は大丈夫です。不況でも好景気でもどっちともちゃんと利益取れますんでね。ひだを取るって言いましたけど、これ波のところね。それをしっかりとまたストーンさんのところで学んでいただければ、不況知らずの強い体ができるのかなと思います、はい。で、ちょっとトレードのことも聞いてみたいんですけども、トレードにおいてね、テクニカルはいろいろわからないことが多そうなんですよね。で、先ほど個別相談を行っているっていうふうにストーンさんの方はおっしゃってくださいましたけども、相談の回数の制限っていうのはストーンさんのそのスクールの中ではなんか何回までよみたいなのあるんでしょうかね。一応回数はですね、制限してないんですね、うん、お話の中でこうやっていくと、やっぱりこう、まあ、考えてくださいねっていう話はよくしてるんで、そのむやみやたらにこのロウソク足って何ですかとかね、そういう話はな全くないんですけども、うん、やっぱり分かんないことは分かんないと思うんで、ヒントを出すときもあるでしょう。もうそのままズバッとこう答えを出したときもあるんですけども、回数っていうのはもうないです。制限というのはなくやってますね。はい。で、極力こういうふうに人にこう話すと頭に入ると思うんですよね。うん、僕もこれを始めたきっかけっていうのは、やっぱり自分でもこう技術を上げていきたいなと思いましたんで、うん、人にこう知ってることを話すと余計にこう余計にというか、定着するっていうか、もっと強固なものになっていくんで、うん、皆さんにもですね、習ったらそれを知らない人に教えてくださいって言ってるんですけど、うん、やっぱりそういうふうにするといいかなと思って、僕もこれを始めたきっかけがそうだったんで、やっぱりこう話をするって大事だなと、キャッチボールしてですね、うん、やっていくっていうのが非常に、で話してるうちになんとなくこう、あ、なるほどねってなる時が結構あったりするんで、考えて考えて考えた上こう相談すると、おお、やっぱりそうなのかっていうのがあるんで、そういうふうにしていきたいなというふうに思っております。ので、まあ、制限というのは今ないですね、はい。はい。ありがとうございます。まあ、無制限ということですけども、でもね、無制限を使い切るぐらいに疑問がたくさん出てくるといいですよね。最初は、その気づける疑問っていうのもそんなに多くなくって、なんでだろうと思うぐらいにとどまっちゃうんですよ。でもやっぱりね、この疑問に回答が出た時の喜びとか、ここわかんないんだよなって真剣に悩んだことって必ず力になるんですよね。あとやっぱ重要なのはアウトプットすることとフィードバックですよね。やっぱり誰かに話すとか、自分が覚えたことをちょっとね、ノートに書くとかっていうふうにしてみると、理解がより深くなるんですよね。しかも記憶にも定着するし、次回同じような問題に立ち上がった時とか、誰かに聞かれた時に今度説明する側に回れるんですよ。そういった形で自分の力がついたことも確認できるんで、もうね、株の仲間と一緒に勉強するっていうのもすごく
役に立つし勉強になる、本当に、いい関係築けますしね、お互いにこう育つこともできるし、あとはやっぱり自分が持ってる疑問って他の人も持ってるんだなって思ったり、ストーンさんなんていうのはね、あの疑問相談を受ける方なんで、あ、この質問また来たかみたいなのあると思うんですよ。で、そういった形で多くの方がつまずくところって大体似てくるんですよね、こういうのってね。だから自分の思った疑問っていうのが、そういうふうな皆さん共通の疑問なのか、自分だけのオリジナルな本当にこうニッチな悩みなのかっていうことをこう測る意味でもね、遠慮なくその相談っていうのは利用していただきたいし、活用していただきたいかなと思うんですよね、はい、ストーンさんもね、さまざまな方に答える中でストーンさんのこうレベルも上がってくるんで、もっともっといい株スクールが日々生まれ変わってるって感じじゃないかなと思いますけども、ストーンさんの場合力がついてること、そういう部分でも感じるんじゃないですか。そうですね、やっぱりこう説明するとなるとやっぱり深く分かってないと、自分で言ってて何言ってるんだろうみたいな感じになっちゃうじゃないですか。だからちゃんとこう分かるように、なおかつその、しっかりしたこうちゃんとしたことを話すっていうかね、そういうことをちょっとねやっていくと結構深いですよね。自分で分かってたんだけど人にこう教えるとなると、やっぱりもう一段こう深掘りしていかないといけないっていうふうになると思うんで、うん、その先がまた課題が出てきてですね、それをまたやっつけなきゃいけないなというふうに思いますんで、うん、どんどん良くなっていくっていうのは感じてますね、こう始めてからですね、はい、いやもうね、やればやるほど楽しくなってしまうというね、ストーンさんの株スクールだと思うんですけども、これは参加されてる方もあ、新しいアドバイスもらったみたいな、前ともっと言うことが変わってきたみたいな感じで、ますますね、相談することが楽しくなると思うんですよね。いや本当に冒頭でもお話しましたけども、1年前ね、 YouTube で何か副収入副業とか考えられたところから始まったんですけども、まさに YouTube が仕事になってますよね、これね。あ、そうですね本当にこうなるとは思ってなかったんですけど、はい、これからね、ストーンさんの株スクールの受講生さんもこういうふうに自分のコミュニティが持てるようになることもなんかね、応援していきたいですね。はい、そうなっていくといいですよね。こう仲間がいて、仲間ってこう慣れ合いの仲間じゃなくて、やっぱりこう話し合いができるような仲間がいるとすごくいいですよね、うん、はい、株だけじゃないですけどね、はい、そうですね、なんか半分趣味みたいな感じでやれると思いますし、あとなんかね、家族でね、奥さんとか子供に教えるみたいなお父さんがいたらなかなか面白いなと。そうですねはい、ありがとうございます。今日はね、ストーンさんの株スクールのことをいろいろと聞いてみたわけなんですけども、この株スクールっていうのは、まあ今ね、受講生さんいらっしゃって非常にお忙しいと思いますけども、ただあとね、まあ何十人も枠があるとは思えないんですけども、忙しいですからね。でもまだまだ受講生さんを迎え入れる余力はあるんじゃないかなと、私はこういろいろと余裕のある話ぶりを聞いてて思うんですよ。むしろね、もうちょっと来てくれても大丈夫だよみたいな、そんな力がついたのかなと思います。で、この株スクール、今日はね、いろいろとお話しさせてもらったんですけども、興味がある方は、もしくは、まあ、ぶっちゃけね、ちょっと自分も参加させてもらえませんかっていう方は、どういうふうにストーンさんに連絡を取ればいいのかなっていうのと、まあ、あと、できれば私の希望なんですけども、今日ね、こうやって対談またさせてもらったんで、今日もし何かあれば、特典をね、なんかつけてもらいたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。そうですね。特典の方はですね、まあ、基礎的な動画ですね、これを差し上げたいなと思ってるんですね。お申し込みいただいてですね、やっぱりすごくなんていうかな、その動画見ただけだとですね、まあ、YouTube 探してもらうといっぱいあるんですよね、基礎的なことって。で、それがすごくいい動画もあったりするんですけど、やっぱりただで見れて時間があるけども皆さんやっぱりうまくならないっていうのは、やっぱりそう、こうパーソナルっていうかね、こう誰かにこう指導って言ったらあれですけど、こうね、誰かついてもらってやるのと、自分でできる人はいると思うんですけど、大半の人はできないと思うんで、うん、僕もその一人なんですけどやっぱりこう誰かがついているとやっぱり早いんでね、いいかなと思います。そのプレゼント動画も見ていただいて、質問いただければですね、こういうことですよとかで、練習の方法もこういうふうにやったらどうですかって話があるんでね、それを続けていくといいと思います。見ただけでですね、上手くなるってことはないですね、うん、ないんですね。リラクゼーションのこの肩揉んでもらうとこみたいに、お金払ってですね、こう寝てるだけで良くなるってことはないんでこう見てですね、自分でこうアウトプットして、やっぱさっきみたいにね、誰かに分かったこと話したりとか、
チャートで自分でこう疑似的にやってみるとかってことを続けていくっていうことがやっぱ必要なんですが、これがなかなか続けるのが難しいんで、で僕らを使っていただいてですね、こういう場合どうすればいいのとかですね、ああすればいいの、こういう話をしていただければですね、こう続いていくと、なんとなく続いていくと仲間がいると、やっぱ仲間の方も見ますんで、あの人こうやってるんだとかね、そういう話もいろいろ、まあ、週1回やってますんでね、ついていくっていうか、こう一緒にやっていくっていう感じでね、できればいいかなと思います。まあ、そういう動画をですね、ありますんで、差し上げます。あと何でしたっけ、あと、はい、このスクールに入りたい方がいたらどうするんでしょうか。メールでですね、こちらですね、こちら、またこれなんですけど、こちらにアクセスというか、あのメールいただければですね、まあ、株の件ということでおっしゃっていただければ、ご返信しますんで、ご連絡ください。はい。いいですかね、大丈夫ですかね。はい、見えております。はい。じゃあですね、特典もあるということなんでね、ぜひ、まずは、お問い合わせから始めていただきたいと思います。そうですね。はい。まあ、そうしたらね、入塾特典っていうのは、もしかしたらあるかもしれませんけども、はい。もしかしたら、お問い合わせ特典っていうのも、気分が良かったら、もう来るかもしれない、ね。もう、その都度、まあ、もう、個人でやってますから、そのね、会社じゃないんでね。はい。感じの良いメールだったらね、ついついなんか、プレゼントが漏洩しちゃう。そうですね。なんかね、内容どんなのいくらぐらいのなんか、まあ、そっけないやつはダメですけど、ね、ちゃんと普通のサラリーマン的なメールを送ってあげてください。よくありますよね。ただなら入りますとか、ね、そういうのじゃなければ、ね。よろしくお願いします。面白いですね。はい。いや、今日は本当、また、1時間にわたってね、お話をいただきましたけども、本当、株スクール順調で何よりですね、これね。いや、本当にこんななるとは思わなかったです。本当に募集しても、まあ来ないんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、最初からですね、2月の時点からですね、応募いただいて、続けさせていただいてますね。本当に先生のおかげでございます。あ、とんでもないです。なんか今度ね、1周年記念大会とかなんかね、やれるとまたいいなと。そうですね。まあ、須藤さん、この株スクールね、これからもずっと運営されていくと思いますけども、なんかこう、もっともっと株を怖くないんだよとかね、面白いんだよ、儲かるんだよって、いろんな人に興味持っていただきたいですよね。そうですね。うん。私もそういうふうに思うんで、もっとなんかこう、フランクに取り組めるようなね、この株の放送をやっていきたいなと思っちゃったりするわけなんですよ。まあ私の場合は FX なんですけども、まあでも折に触れてこうやってね、またズーム対談、それから動画のやり取り、ゴッドファーザーみたいなやつね、またたまにお忙しいと思いますけども、はい、送っていただければ幸いでございます。じゃあ今日は以上ですんで、皆さんね、お聞きいただきましてありがとうございました。本当にお時間を取っていただきましたけども、ストーンさんもね、お勤め終わった後で、結構お疲れになってると思いますけども、でもなんか冒頭で話しましたけどもね、なんかこう、流行りの感染症に。そう、なんか今またこっちではなんか流行ってるみたいで、学級閉鎖になってますね。あ、そうなんですか。はい、やっぱだから。こうね、株続けるのも健康じゃないとね、やっぱり健康が第一ということで、はい、今から、これからちょっとじゃあ、健康食品の話に移っていきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。違います。本当ですか。違いますか。全然5分ぐらいならいい。冗談です、冗談です。冗談ですか。健康食品。なんかね、なんかの、今そういう宗教流行ってるんですか。そうですね。なんとか教会みたいな。いやでも実際その今その感染症ね家族が見舞われてですね、はい、最もご不自由に感じることってなんかあるんですよ。いや、やっぱ外出れない、まあ、出れるんですけど、僕は出れるんですけど、やっぱ出れないっていうのはね、自由に出れない、もう会社も来ちゃダメってことなんで、いや、もうそういう段階終わったんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、うん、まあでも外に行くと未だにもうほぼ 100% マスク皆さんしてますからね、まあ、思いやりでやってると思うんですけどね、うん、やっぱりちょっと変わっていかないといけないかなっていうね、思いますね。やっぱ一人一人ですよね、やっぱりね、一人一人やっぱそう思ってないと、なかなか思いやりという中でこうね、みんなが苦しむっていうのもいかがなものかなっていうね、ことも、うん、今ね、秋のちょうど空気がいい時なのにマスクしてね、なんか嫌だなって感じしますけどね。そうですね、はい、なんか窮屈な感じがしますよね。そうですね、
変えていきたいなというのは思うんですけどね、なかなかね、皆さん考えがあるからなかなかそうはいかないんですけどね。でもなんかこう小学生の男の子とか女の子とかもっと幼い子たちが3歳5歳とかでマスクつけてるの見るとなんかいたたまれないですね。ですね、ちっちゃいんだここね、一生懸命して、ごめんねって気持ちになっちゃいますね、どっちかっていうと。ですよね、あんまり効果ばっかりじゃないんでしょうけども、もうそろそろいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんかね、なんかこれからだから海外の人が来るじゃないですか、まあ、はい、国葬するかどうか分かんないですけど、そういった時とか、うん、あ、どうするんですかね、もう海外してないですもんね。してないですね、海外の人はしてないんで、どういうふうに説明するのかなと、この国大丈夫かと思われちゃうんですよね。ちょっとその辺もね、なんか一つの刺激になって考え直すきっかけになったりするんじゃないかなと思うんですよ。というのが、海外旅行とかもまだはっきりとは私ね、つかめてないんですけども、日本に来る人は検査フリーパスで、日本から外に行く人はガチガチのなんか検査がいるみたいな感じで、日本人は外に行くのが難しくなってると、でもよそから無制限に来るみたいな状態になってるのかな。ね、そうなんですよ、だからもう旅行関係の株上がってますもんね、今ね。そうですね。すごいですよね、大事はもう本当に。ハウステンボスはどうなったんですか。ハウステンボスみたいなやつ売られちゃいましたもんね、あれもね。ね、買われちゃいましたからね。まあ、怖いですよね、ハウステンボスもどうなっちゃうんだろう。まあ、機会を見つけてまた揺らしてもらおうと思いますけども、ああいうところも。まあ、当面はだから外出がちょっとね、今まで以上に不自由かなっていうところと、まあ、気遣いますね、いろいろとね。そうですね、そこがちょっとね、気遣いますね、ご近所にもそうですし、はい、お互いにもうね、国民みんなはくたびれてもういいんじゃないかみたいな気持ちになってるけど、自分からなんかね、こう大胆に行く気にはなかなかお互いなれないっていうところで、なんかくすぐったい状態ですね。一発目にはね、なかなかあれですけどね。ちょっとね、マスクはちょっとね、もういいんじゃないかなと思うんですけどね、みんな嫌なことは分かってるんだから、ちょっとね、考えていきたいなっていうふうに思いますけどね。はい、というところでね、最後はすごく愚痴っぽくなりましたけども、ね、皆さんの気持ちも代弁してるんじゃないですか、これは。家にこもってたんで、うさばらしを、はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、じゃあ、株スクールの方ね、はい、先ほどのメールアドレスにお問い合わせいただければ、はい、ストーンさんからの返信が来ますんで、ぜひね、お楽しみにご連絡をお待ちしております。はい、連絡は基本的にもう年内受け付けるような感じですかね。あ、もう、いつでも送っていただければと思います。あ、なるほど。じゃあ、随時募集ということですんで、はい、皆さん、一日も早くね、でも申し込んだ方が絶対いいです。半年後に始めるのと、今日始めるのと。多分、今日始めたら半年後にはそこそこ分かってますから、人生は限りがありますんで、ご用心ください。じゃあ、ストーンさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、またお願いします。はい、ありがとうございます。さようなら。さようなら。